で、こうすれば簡単に表現できるじゃないかみたいなことをこの人は主張してるんですけど、で俺はさっぱり分かんなくてたださっぱり分かんなかったんだけど、大きく分けてその過去の何千本の人たちは大きく分けてウェブシスク派と水蒸気モード派がいるらしいんです。それは分かったんです。でもそれが何なのか俺にはよく分からないので、ちょっともう俺の頭の中にある従来の常識に凝り固まったまんま MGO を見たらどうなるかっていうことを考えてですね、そのまま論文書いたんです、はい、ゴリ押ししたんですそれがその、まあ、英語で書いてあるけどこういうことです。僕がその論文の中で心はね、これ歓喜と暖気ってどうのこうのしか俺知らないから、それもなんとかいけるとこまで行こうじゃないかというですね。そんな風に思えなかったんですか？一生懸命こんな感じなんですか？本当そんな感じなので、まあ体裁はこんなですけど中身はこれですから体裁はね、ポックしなきゃいけない、通してくれないからしますけど、でどういうことかってですね、まあこれですよね。でよく考えると、簡単に考えると、熱帯全部がまず暖気ですよ。まあ年中30度とかなわけです。で中緯度、なんか相対的なもんだよ、暖気か寒気かって言葉を。なのでこう分けれるじゃないですか。まず簡単に、はい、で大体気圧でも大体ね、こうこれぐらいの値になるんで、まあ、天気図は確かにその注意度みたいにくっきり書けないんですけど、大体熱帯の中は1010ヘクトパスカル以下です。で、まあ、それよりも気圧だから、ここは大体低気圧、全部低気圧です。でそれに対して注意度は全部高気圧みたいなぐらいの感じで分けちゃえばいいわけです。でプラス10ヘクトパスカルぐらい、そうするとここ境界線になりますよね。で今までこう縦にこう西側が来て南側が来てみたいな感じで今まで見てました。こうぐるっと回して、こうするとちょっと俺の世界に俺様の世界にちょっと近寄ってくるじゃないですか。はいはい。それでさらにですね、もうちょっと丁寧に見ると、ちゃんとデータこうそれっぽく見ていくとですね、この境界がこう意外と揺らいでるんです。意外と揺らいでてですね、で注意度がオラオラって寒気をこう押してきてるところと、まあ、そうでもないなっていう場所があるわけです。この線がこうちょっと揺らいでくるわけですよ。でどうやらその影響を受けてですね、熱帯にも全部低気圧ってくくってもいいんだけど、その中にも相対的にこうちょっとプラス1、マイナス1、プラス1みたいなちょっとした揺らぎがあるわけですよ。でそれをこう探し出して、あマイナス1になってるっていうところに雲ができてるっていうのが MGO だっていうのが今日見えてくる。すごい。ほうほうほうっていう感じになってきて、すごい。でもね、これはね、マッテンさんとジュリアンさんが最初に見つけた時に言ったことなんですけど、MGO っていうのはすごい雲のでかい集団になって、そこはきっと低気圧に違いないみたいなことを言ってるんですけど、でもその熱帯なんでプラス1マイナス1ぐらいしか揺らがないわけです。だからこう注意度みたいなね、はっきり990ヘクトパスカルのみたいな、ぐるぐるって巻いたような感じにはならないんですけど、だから 0.2 ヘクトパスカルおきにこうぐるって巻くとちょっとこう巻くそんな世界なんですけど、でも確かにここがちょっと低いんですよ。それでこれがなぜか東も動いてるっていう不思議な現象なんだよってマッテンさんとジュリアンとは言ったんですけど、そうすると結局その世界にはその世界のこう弱いこう揺らぎの中の冷たいのとあったかいのを探していくと、ある程度のことが俺の常識で言えるそのウェイブシスクとか水蒸気モードみたいなモードみたいなこと言わなくても、そんな肩を張らなくてもですね、割とみんなが知ってるね、寒気と暖気の境目で収束できるよねみたいな話で雲
もできる、あ、できてるできてるっていうのが見えるんですね、うん、そういう話を、もう本当にね、あ、もう絵はこれだけなんで、それをぽく描いたのがこれ。心はそれだけなんです。ちゃんとデータ、ちゃんとでしたデータでそうだよって言ったっていうだけの話で、言ってることはこれだけ。なのね。はい。だからちょっと年代の中にも寒気と暖気は分かれるんだと主張してですね。ここが寒気だと。で、年代の場合ちょっと違うのは、雲の集団がバーッとできてるそこ全体が寒気なんです。で、それ以外のところが暖気なんです。で、暖気のところが高気圧で、寒気全体が低気圧っていう、ちょっと注意度の関係とは、まあ逆とまではないけど、なんだ、高気圧、後ろからやってくる高気圧が寒気な感じがあるじゃないですか。そうですね。はい、はい。注意度で。はい。で、その関係がちょっと、必ずしも一緒じゃないんですけど、とにかく寒気か暖気かだけで押せるよと言ってですね、でその境目がここにあるよとね、で、まあ、ここでできますよね、これいいですよね。で、寒気と暖気の間じゃないですか、 こいつは熱帯の中では相対的にはちょっと寒気かもしれないけど、北と比べたら絶対こっちも暖気か、そしたらここでもできるわけですよ。こうこうこうってできたら割ともういける感じでしょ。割とでかくなれる感じしますよね。わかります。で、このところ、このなんだ、注意度と熱帯のこの寒気と暖気の境目は特に強くなるんですよ、雨雲が。で、実際のここの中からこの辺で強くなったうちのスーパーエリートが台風。だからこの MGO から台風がたまに生まれるみたいな話が聞いたことあります、はい、たまにですね、この日本にやってきてから皆さん台風気にすると思うんですけど、こいつから生まれてくるんですよ、たまに、はい、で、まあ MGO から生まれなくてもだいたいこの線から生まれてくるんですよ。で、この線は結局のところ俺様の調子に引き寄せると寒気と暖気の境目が雨雲常にできるでしょうと。その中でさらになんかこうより良い条件があれば、例えば水蒸気が多いねとか、海面がすごい高いねとか、条件がこう重なっていくとスーパーエリートに 何人かに1人はなるわけですけど、そういうのが台風になるよと、うん、で、まあ、台風は台風で別の話はいろいろあるけど、まあ、熱帯の中だけで見ても境目でこう5000キロ近いボックスの中ですけど、結構まとまった雨雲も作れますよと。単純にこの俺様言ったの寒気と暖気の境目っていうことだけなのに、はい、それは言ってない誰も言ってなかった。そんなことね、まさかそのいや、これを一生懸命勉強していく上でさらにその先を行こうってした人たちの頭の中には一切ないわけですよ。ありえない。で、まあこれ、まあ、これはね、熱帯の中だけでまず世界を閉じましょうっていう話なんですよ。で、熱帯の中だけで世界を閉じて、ある、力をこういうふうに加えたとしたら、その力がこうどういうふうに伝わっていくかなと。まあ、だからお風呂でバンとこう水面を叩いたら水面の波紋がこうどういうふうに来ますかねっていうのは、まあ、お風呂で見てれば分かるけど、熱帯のこういう条件だとこういうふうに行くはずだっていうことはなんか式でとにかく俺は解いてやるぞという人たちが長年積み重ねてきた人たちの理論なんです。そうすると寒気か暖気かとか一切出てこないんでしょ。その波紋がこうなりますっていうのを見てるときにどこが寒気かなとは誰も思わないんです。そうするとこれの中に絶対こう出てこないんですよ、概念でしょ。で、水蒸気モードとかって言ってるやつは熱帯どこもかしこも暖かくて湿ってるって話だとみんな思ってるかもしれないけど、水蒸気が溜まりやすい場所があるぞということを、これまたこういう世界で、これはでもその水蒸気さえ溜まりさえすれば MGO はできるっていう話になってるから
そこにも寒気か暖気は一切出てこないです。水蒸気をいかに貯めるかっていう理論としてはこれ正しいんですよ。正しくて、まあ、もっともらしいし、その先にこうさらにこうやればもっと正しいみたいな論文これからも出ると思いますけど、それ延々にこう俺様たちの世界に匂い交わらないと思いますけど、これでも結構いけんじゃねって言ったの話です。僕すごいですよね。だ誰も言ってないところにこれぶっこんで。そうです。だから完全に僕は今浮いてます。みんなは結構ね分かってくれると思うんだ、この俺の感覚、うん、だここで話してる時の方がうんうんって言ってくれると思う。でも学会で喋ると何言ってんだこいつってなるんだけど。でちょっと最後にこう付け足しなんですけど、で、まあ、僕は一応こんななりしてますけど、研究者なんで研究をしてるわけですけど、結構最初は曖昧な偏見から皆さんもそれなりに始まるんですよ。でもうそれはバラバラなんですけど、大体僕がその今まで思い込んだことを破壊されるのは、ここはなんか現場に出た時です。こうなるはずだと、こう俺は教科書で教わったとか、試験でこうならったとか、それこそね、あのアラケンが空いてたじゃないかとか、そういうのもあるんですよ。でもそう、結構俺が思い込んでたことは大体現場でこう砕かれてるんで、砕かれた時に無理やり理論を何とか合わせるために理論の方を改良する人もいるんですよ。まあ僕の場合は持ってる理論とかあんまりないので、思い込みが砕かれると、その数字とかデータそのものに結構そのまんまもう一回まっさらから入ると、意外とそこに発見があるっていう話で、こういう論文がたまに書けたりするっていう。バンバン書けたら嬉しいですよね。バンバンはでも書けないです、こういうことは。こういうプロセスやると、そのある理論に対して乗っかって、その先にこういうことをちょっとやりますっていう方がやっぱりペースが速くなるんですけど、こう思い込みを打ち砕かれた時に、まっさらからもう一回そもそもなんだっけみたいな話からやり始めると、やっぱりちょっと時間かかっちゃうんですけど、でもそれの方が発見と、僕は勝手にかっこよく言ってますけど、なんかこうスッキリ感があるんですよ。どっちもまあ大事な成果は成果なんですけど、僕はどっちかとこっち派っていう、自分の思い込みから出したところに思っても見なかったことが出た時が、発見と僕は言ってるんですけど、だからそのでこれはですね、誰でも思い込みはあるんですよ。ってことは発見も必ずそこにあると思うんですね。でその思い込みから脱するにはですね、初心者ほど抜け出しやすいっていうのが、これ僕今回思ったことで、ね、僕が MGO の長年の10年代研究してきましたみたいな話だと、多分まず無理だと思う。こういうことは言えないです。もう言えない感じになっちゃってる。そんなことばっかり言ったら、これ何言われんだ感がすごいんですよ。でも初めての人もそんな感じじゃない。初めてなんで、ちょっとこういうこともやってみましたみたいなのだと、だいぶ楽にいけるじゃないですか。そうかな。今回滑りましたもん、別に初めてだから、まあ。学会で発表して、ドスベリするわけですよ。シーンみたいな感じですよ。YouTube に僕の気象学会のこの発表載ってますから。で、見てもらったら、まあ、10分ぐらい僕が喋って、質問ありますかみたいな話なんですけど、ドスベリ。でもね、初心者は抜け出しやすいっていうのは、すごいメリットだなと思います。だから、こう予報士でもなんでも、きっとどの世界でも、これは結構、しょうかなっていう話です。初心者だからこそ、はい、
しますよ。葛藤した時に俺にはどうしてもこうとしか思えないと VS 過去の人たちはこう言ってるがこう戦うわけですよ。かわいい。でもだからその純粋にこう思うの方が勝てるかどうかです。モテ作が純粋に思うことを押し切れるか。じゃあ今回そのじゃあ迷ったっていうか、その純粋に押し切れたらなんかポイントとかもう多い方みたいな。そうだね、あのね、それでね、本当は途中でウェブシスク言いましたよね。ウェブシスク、はい、垂直もって言いましたよね。一応勉強したんですけどよくわからないんですそうだね、よくわからないんで、僕にの葛藤の中でこう弱いわけです俺が分かってないせいでもあるんだけど、うん、俺が今、ね、こう見えてるこの現実の方が強いんですよ。過去の理論俺分かっていないせいで従って勝てるんですよ。そうなんだ、すごい。でも俺が分かってないせいじゃないかっていう不安はありますよ。ありますよ、そういう感じになるんですよ。でも俺がこんなに勉強してるのに分かんないってことはなんかその示せてないものがあるんじゃないのみたいな感じもちょっとある。きっとそうに違いないです。出してみないと強いですね。でも出してみないとそうかどうかは分からない。いやお前の勘違いはここにあるよって誰かが言ってくれたらそれではそれで解決じゃない。だから言っちゃう。まず滑って2回目3回目ぐらいからなんかで意外とその日本では滑ったんですけど3回ほど滑ったんですけどお前それをアメリカに持ってくのみたいな感じでそのままアメリカの気象学科に行っちゃったんですよ。そしたらすげえ受けたんですみたいなことがあるので、そのアメリカの気象学会はこのあのウェブシスクだ、垂直モードの大家がわっさらいるみたいな。で、そういうもう俺たちは垂直モード軍団みたいな。あ、すごい。もうそういう発表ばっかりみたいな、と、俺たちはウェブシスク軍団みたいなセッションがあったりとか、こんな感じなんですけど。すごい。向こうに行って。あの。すごいびっくりしました、ね、僕がびっくりしたって聞いてくるこれどういうことみたいな、うん、すごい興味です。でみんな多分向こうの人たちは年中ウェブシスクって言ってるから飽きてるじゃん。飽きてるなんて、こういう樹木な風景見たな昔みたいな感じで聞いてくれた。俺もなんかこう学生の時そういう感じでねこうまっさらに歓喜とか言ってたって実際君の図は別に間違ってないから、いやそれはそういうとこもあるのかもねみたいな感じで、すごいいい話でした。すごい素晴らしい。私絶対2回滑ってもやめますよだから皆さんには滑ってもプリック出す。3回は最低だっす。はい、おすすめして終わりにしたいなと。どうもありがとうございます。ありがとうございます。そうそういない。ないですね。
キは割とね、全世界で探すと、はい、他の業界も、はい、モテキはだいぶいるな。気をつけば絶対ない。あと、今日は僕のお母さんのコメントモテ、モテキマリさん来たらしい。なんで、新潟から来てるの。遠い選手権ですけど、ちょっと微妙な声です。いや、遠い選手権とか言ってくれないの。昔、すげえ嫌だったんですけど、はい、俺の水泳帽子にお母さんの名前書いてくれて、はい、QOO って書いてたの。工作を、まあ、確かにアルファベットのなんかあのなんとか式なのかわからないけど、QO って書いて、こって読むのらしいことをですね、お母さんが、その、まあ、お母さんの中で流行ったのかどうか知らないけど、小学校3年生の時の水泳帽子にだけ、なんかいきなり QO って書いてあって、すげえ俺は嫌だったんです。嫌だったけど、でまあ、それで、ね、3年生の時の苦い思い出なんです。でも結局にはね。で、なんかその10年後ぐらいですよ、その書かせたら、だから名前書こうってなった時にペンネームでもいいんだよ、持っていくとかなった時に、いや確かに KOSKU はもう一文字欲しいもう一癖欲しいな。なるほど、へえって思うんですよね。すごい、すごい、そんなに僕も最近そのルーツに気づいた。すごい。あ、多分そうじゃないかなって。あんまり意識してなかったですよ、決めた時は。でもそういえばそんなことあったな。超いいです。書いてある。キューってね、フランス語オタク。あ、フランス語オタクリークみたいな。はい。
いよ。わあ。千利休ゼリー。わあ。すごい。ジャイクうわみたいな。食べようぜ。見てないですよ。みかん。いや、そうか、これでシャンパンかな。マット？うん。ない。ありがとうございます。